再び立つのは億劫よな。なんだ雑種、熱のこもった視線なぞ向けよって。あれか、今頃俺の黄金律に参ったか。ほう、俺の逸話を読み解いたか。それでどうした、契約した相手が悪鬼と知って後悔したか。真実であろう、セラフにある記録は客観的事実だからな。それをどう捉えるかは読み手次第だが、その主観が未だ曖昧な貴様では、真実はクオンの彼方か。よかろう、その殊勝さに免じて一つ質問を許す。何か分からぬことがあったのなら聞け、退屈しのぎに答えてやろうではないか。その疑問は当然だな。神代は閉じて久しく、この星はすでに人が認識する物理法則に安定した。人間にとって神とは宗教を起こすためのシステムに過ぎない。システムが人と交わるなど貴様たちの常識にはないであろう。今はまだな。まあ未来の話は良い、貴様が問うているのは過去の話。神というものは2種類ある。元からあったものが神になったものと、神として生まれ変わったものだ。メソポタミアにおける神は前者にあたる。自然現象が意志人格を持ったもの、それが古代の神々だ。俺はその古代の神と人の王から作られた。古代の神と現代の神、その中間だな。そう聞こえたか。俺らしくない。俺もそう思うが事実だ。俺は神々どもの思惑で作り出されたものだからな。星の抑止力と人類の抑止力の違いは知っているか。知らぬか。ならばよい、枝葉の話だ、忘れろ。ここからの話は俺が生まれるまでの話だ。貴様の悩み切った目が哀れゆえ、少しばかり口を滑らせる。神々は何も人間に肩入れをして俺を作ったのではない。奴らは人間を恐れたゆえ俺を必要とした。神と人間、そのどちらの視点も持つ新しい時代の王としてな。生命には自分たちが住む地盤を住みやすい環境に整える本能がある。生存力というべきものだ。古代の神々にはこれが欠けていた。どれほどのエネルギーを持とうが、奴らはただそこにあるだけのもの。対して人間の生存力は並外れていた。一人一人では小さいが、とにかく数が多く平均値が高い。大権能を持つ懲罰種はいないが、他の生命体より高い水準の知性を持ち、それが全ての人間に備わっている。一方、天の神がいかに強大な自然現象であろうと、それらが獲得した人格、
独創性、認識力は人間とそう大差はない。わかるか？仮に全能の知性を持っていようと、出せる結論、形取る人格は一つだけなのだ。その点人間どもの数は脅威だった。認識力の数の差、いや、変革力の差だな。人間の欲望は限りなく、止めどなく、惜しまれることもなく、世界は欲望のままに変貌していく。人間がこのまま繁殖すれば、星のルールは変わる。我々に神が不要になる時がやってくる。古代の神々はその未来を恐れた。結果、人間側でありながら神の陣営にいる統治者を欲しがった。それが人間の王に女神が体を預けるなどという愚行の正体だ。黄昏の時代の延命行為だが、まこと無様な断末魔よな。そうして作られたものが神の血を持ちながら人の血を持つ新たな支配者だ。神々に言わせればそれは楔だ。自分たちと人間の結界を食い止めるため天が地上に打った楔。それが俺の誕生の背景だ。俺は貴様らと違い、真っ当な性の営みで生まれたものではない。この手足は初めから神の代弁者として君臨し、人間をいさめるために設計されたものなのさ。それこそなぜだ。貴様はどうも人権というものを狭く考えてはいないか。動物であれ人形であれ、生命はすべて親の思惑で作られるもの。俺の場合、それが神寄りなだけの話。良いか。この世のすべての生命は先達者の手で作られたものだ。自然発生するものは魂のみ。それこそが俺や貴様が持つただ一つの己だろうよ。体が作り物であろうと、始まりが何者の映し身であろうとな。目覚め、抗った瞬間にお前は唯一の独創性を獲得した。それを作られたなどと思うことはない。ああ、俺はその思惑には答えなかった。俺は作られたとはいえ、新しい生命として生み出された。であれば古い神々の意向なんぞ賛同する道理はない。俺は俺が感じたままの己を生きた。確かにこの身は初めから王として作られたものだろう。だがそれだけだ。奴らの思惑と俺が王であることに何の関係もない。俺は王として己を定め、己が良しとする王道を見極めた。それだけの話だ。俺がウルクを治めたのは、あれが良いものだったからだ。神々の思惑など知ったことか。俺にとって生命とは、今すぐ死ぬものか、いずれ死ぬものでしかない。俺が今すぐ死ぬべき命と判断すれば、賢者であろうと神であろうと処断するまで。よいか。俺の王道は単純だ。己にふさわしい宝を獲得し守護する。この楽しみを阻む者はことごとく殲滅しよう。俺にはそれのみだ。悪鬼か嵐のようなものと諦めるがいい。何しろ母が女神だ。人間的でないのは当然だろう。ほう、今のが SG か。思えば俺の生誕の話なぞ
誰にしたこともなかったな。よいぞ、ここまで生き延びた褒美だ。謹んで受け取っておけ。バカめ、親密度なんぞ上がるものか。今の俺は通常の俺より欲が薄い。基本他人事でもあるしな。受肉の一つでもすれば人として血が騒ぎ、俺の性質もその時代にあった人間性に偏るだろうが、ここではその変質もない。よって俺は気ままにセラフを漫遊するのみだ。この程度の秘密、運賃としてくれてやる。絶対にして始まりの王、英雄の中の英雄王、ギルガメッシュ。故に貴様もそう呼ぶがよい。あえて言うなら182センチというやつだ。何？思ったより普通だと？たわけ！俺に肉だるまになれというのか？年の始まりか終わり、どちらでも好きな方を選べ。そうさな、造形が美しいのは当然だ。話にならん。心をくすぐるものは心の折れる音、美しいものが流すさらに美しいひとしずくよ。舐めると甘いぞ。座れ、今日は許す。残り物の再利用ときたか。顔色はそうでもないが、バイタルが低下しているな。
貧弱にも程があるが、迷宮で倒れられても面倒だ。しばし休んでいけ。俺は構わぬ。貴様が俺をいさめると？おのれ、土くれ風情が俺に並ぶか！互いに残るは一手のみ。守りもないのであれば、愚かな死体が二つ並ぶだけだろうよ。何、使うべき相手であれば、くれてやるのも悪くはない。貴様が来てからというもの、俺の蔵は落ち着きがない。財宝を投げ打つなぞ、頭の悪い癖をつけさせてくれたな。いや、ウルクを守るためだが、地上の善悪を倒しておかねば民どもが飢え死のう。不思議ではないだろう。俺は人間の守護者として生まれたものだからな。この星の未来を築くのが王の役目だ。守護にも種類があろう。守ることだけが守護ではない。時には北風も必要だろうよ。
ま、結果はつまらぬ織物になりそうだが、そうすると決めた以上、最後まで付き合うさ。たわけ。よいか、それは、というのだ。許さぬ。なぜお前が死ぬ。罰が下されるのならそれは俺であるべきだ。全ては俺のわがままではないか。価値はある。唯一の価値はあるのだ。俺はここに宣言する。この世において俺の友はただ一人。ならばこそその価値は未来永劫変わりはしない。共に生き、共に語らい、共に戦う、それは人でも道具でもない、友というのだ、エルキドゥ。そのようだ。俺も多少疲れていたらしい。取るに足りぬ懐かしいものを見た。その友？何を言い出すかと思えば、その友だと？勘違いをしているようだな。俺が見ていたものは、天のお牛との戦いだ。友の夢などではない。そもそも俺に友など滅多にいるものか。いたとしても名前など忘れていよう。もう口にすることはできぬのだからな。くだらぬざれ事をほざける程度には回復したようだな。では休息もここまでだ。行くぞ。そして断っておくが、俺が見ていたのは我が半生の奇跡だ。生を受け生を終えるまでのな。はじめは神を認め人を守った。幼年期を終え成人してからは神を憎み人を好んだ。それだけの夢を見たに過ぎん。仮にお前が俺の記憶を垣間見たとしても、それは貴様の主観。俺の真実とは程遠い。それをわきまえることだ。
ん？どうした？顔を曇らせおって。またぞろくだらぬ悩み事か？よいぞ、苦しゅうない。話してみよう。何？そうか。俺の叙事詩を最後まで調べたというわけか。ではその疑問もなぜとは言うまい。だがその質問は俺の真相に触れるものだ。知りたいのなら答えてやるが、貴様にその覚悟はあるか。俺にあの忌々しい話をさせるのだ。貴様は一生涯かかっても返せぬ負債を負うことになる。それでも聞きたいか？では語ってやろう。何、話はすぐに終わる。何しろ叙事詩通りの顛末だからな。照明を落とせ。舞台としては物足りぬが、少しは気分を盛り上げねばな。先々代の王ルガルバンダと女神リマとの間に俺は生まれた。人として最上級の肉体と真理に至る知恵を与えられてな。俺の幼年期はそれなりの善人だったそうだ。ウルクの民からは花よ蝶よと愛され、最高の王を得たと喜ばれたらしいからな。曖昧だとも。幼年期の俺と今の俺は全く性質が異なる。幼年期の自分など知覚することさえできん。幼年期の俺も同じだろうよ。成人した後の自分がこの俺と知っていれば成長を止めていた可能性すらある。ま、所詮はもしの話だが、俺は成人し自らの方針を定めた。人を治める王としては生きぬ。人を諌める嵐として生きるとな。そこからの話は、叙事詩にある通りだ。俺は思うままに奪い、収集した。人も国も、俺のものだ。奴らが生み出す宝、可能性、そのすべてを集め我がものとした。なぜか？決まっている。裁定するためだ。人間は発明の化身だが、共通の基準を持たぬ。いや、共通の基準がないからこそ新しいものを生み出し続ける。なればこそ絶対の基準が必要だ。人を超えながらも人であり、神に属しながら神ではない裁定者がな。治めるだけなら人でよく、脅かすだけなら神でよい。
神々はそれを最後まで理解しなかった。ウルナンムの法典が定められる前の話だ。後にハンムラビめがさらに細かく定めたが、根本は人が人を訴えるための法よ。俺は俺の基準で生きた。財を集め、女を抱き、友と戦い、地上の善悪を滅ぼした。その仕事が済んだ後にな、ある命が塵に帰った。ありていに言えば、死を迎えたのだ。俺はそれまで、死を悼んだことも、死を恐れたこともなかった。意識さえしていなかったわけだ。だが目の前で対等の力を持っていたものが消えた。誰であれ、死はあると知ってはいたが、実感したのはあれが初めてだった。無論、不老不死の薬について考えていなかったわけではない。俺の蔵には、地上すべての財宝が収められねばならんからな。奴が塵に帰らずとも、いずれは取りかからねばならない仕事だった。加えて、俺には理由ができた。俺は奴を奪った死を嫌い、恐れた。生まれて初めて、己の性に恐怖したのだ。そこからの旅は滑稽の一言に尽きる。冥界には死を克服した男がいるという。俺はそれまでの人生と同じ年月、荒野をさまよい冥界を目指し続けた。どうだ、伝説の通りだろ。俺は死にたくない一心で惨めに地べたを這い続けた。お前たちと同じ動機だ。神の子も、死を前にしては、人間と何ら変わりはないという話だ。だが、愚かさにおいても、俺は貴様らより上だった。見苦しくも俺は、自分の浅ましさを飲み込み続けたのだ。何のために、誰のために、死を超えようとしたのかもわからないまま。ただ、己は永遠不滅でなければならんと空を睨み続けてな。冥界にたどり着いた俺は、賢者から不老不死の秘密を聞いた。なんということはない。賢者は神の列に加わり、長寿を得たというだけだった。まさにお笑い草だ。賢者は半ば植物と化していた。神の列に加わるとはそういうことだ。俺は人の欲望を抱いたまま不滅でなくてはならん。欲望を味わえぬ体で永遠を生きて何になろう。俺は冥界を後にした。さっさとウルクに戻り、我が宝物庫を完成させる気になった。しかしだ。賢者は自らの在り方を否定され、弱気になったのだろう。俺にある秘密を伝えてきた。そんなものを口にしたところで植物になるのでは話にならんが、それはそれで珍しい宝だ。不老不死の妙薬として我が蔵を飾るだろう。俺は深淵に立ち寄り、霊草を瓶に詰め地上に戻った。
これがことのすべてだ。俺はウルクに戻り、城塞都市と我が蔵を完成させ、眠りについた。不老不死を求めた理由はこんなところだ。まさしく伝説通り、何のひねりもない真実だったな。では話は終わりだ。この問いの代償は、後でゆるりと考えてやる。楽しみにしておけよ。はあ、何度伝説通りと俺に言わせるのだ。あれは蛇にくれてやった。俺は水浴びをしている隙に不老不死をかっさらわれた満身の徒。欲望を良しとする俺がノウハウ蛇の欲望に足を救われたのだ。ただ腹が減ったという欲望にな。霊草を飲んだ蛇は脱皮という特性を得た。不老不死ではないが若返りの機能だな。なかなかの妙薬ゆえ俺の蔵にも入っているぞ。くだらぬことを。だがまあ、確かに不思議よな。あの時の心境は、俺にも言葉にできぬ。神になぞらえる不老不死など不要、そう語りながら、心の一端で俺は期待していたのだろう。地上に戻った俺は自らの成果に笑みをこぼした。これで死を打倒できる。我が友の雪辱を晴らせるのだと。同時にウルクの民どもの声も想像した。不老不死を持ち帰ったとあらば、民どもの称賛は今までにないものだ。所詮俺も肉を持った人の子だったということだな。若気の至りというやつよ。しかしそうなると虚栄心も顔を出す。途端それまで一個だにしていなかった自身のみすぼらしさが気になってな。ウルクに戻る前に身を清めようと、手近な泉で疲れを癒した。積もり積もった数十年もの疲れだ。水は天上の風のように、霊峰の雪のように、暖かく、冷たく、柔らかに俺を癒した。安らぎというのだろうな。肉体も精神も長きのよどみから解放されるようだった。俺はこの時ほど自身の成果に酔いしれたことはない。叫び出したくなるほどの陶酔だった。白状すればそれが俺にとって初めての喜びでな。財を集めるのは俺の本能、呼吸のようなものだ。喜びではない。だがあれは違った。俺は初めてこの世に生を受けたことを感謝し、歓喜した。人としての視点を持つなどと歌っておきながら、俺はあの時まで人間ではなかったのだ。俺は全てから解放されていた。迷いも恐れもなく、執着も責務もなく、圧倒的な全能感に身を震わせた。これが生命の躍動、これが我欲の報酬。この宇宙が誕生した結論とも言える喜びを、俺は英語を欲しいままにできるのだと。だがそんな愚か者を待っていたのは、蛇目の盗み食いだ。霊槽は失われていた。蛇は新しい体を得て去っていた。この時俺に走ったのは、笑いだ。腹がよじれるほど笑った。おかしくておかしくて仕方がなかった。見ろ、これが結論だと。俺は自らの愚かしさに大笑いした。俺が手にし誇るものは無だけだ。ああ、何も得られないということではないぞ。最終的に俺の手には何も残らない。それこそが俺の仕事に与えられる唯一の報酬だと理解したのだ。
初めて得た命の充実も生の喜びもこのように一瞬で消え去るもの、これこそが人の世だ。これこそが俺が見定めるべきものだ。英語を不滅の身でこの醍醐味の何が分かろう。不老不死など所詮は凡俗の不始末、長く生き続けなければ終わりに立ち会えない雑種どもの夢に過ぎん。俺に不老不死は不要だった。もとよりこの眼は未来を見通す、死を恐れる理由はどこにもなかったのだ。俺はあの時代にあり、すでにして不滅であり、時を重ねずとも遥かな未来を見据えればよい。人類最古の物語、後の世に語られ続ける英雄としてあれば、俺の責務は果たされる。話はそれだけだ。俺はあの時、人として生まれ喜びを味わった後に人として死んだ。すまんな。以前俺は生まれた時から完全だったと言ったのは誤りだ。俺とて未熟だった時はある。俺は生涯のほぼ全てをかけて成長した。肉体は友との日々で育ち、精神はこの時成熟を迎えた。長い幼年期がようやく終わったのだ。見上げた空はどこまでも広かった。俺の目をもってすら見通すには幾清掃といったところだ。その頃には俺の体も朽ち果てる。だが人間の世界は広がっていく。いずれ何億年も先の光すら見通すだろう。そんな未来を俺は見たのだ。それは心躍る光景だった。思えば俺はやる気を失っていたのだろう。集めるべきは全て集めた。今の時代にはもうこれ以上の楽しみはない。ならば潔く滅びるだけのこと、死など何度でも味わえばよい。その後にいくらでもよみがえる。その度にその時代を見定めよう。この世の終わりまで。人類が俺の庭を越え、暗い大海にこぎ出し、空の果てにたどり着き、結論を出すその日まで。ま、ウルクを完成させた後、こっそり深淵に出向いて回収したがな。あれはあれでレアな宝だ。そう言うな。財を集めるのは俺にとって本能のようなもの。無言で流せ。備えあれば憂いなしと言うだろう。いつか子供にまで若返らなければやっていられない事態が来るとも限らぬのだぞ。ほう、もしや貴様、尊敬の眼差しで俺を見ているな。よかろう、存分に見よ。なんなら着替えても構わないが。ふん、陥落するのは貴様の方が先であったか。あれであろう、リンメの SG1 と同じだな。そう取り繕うな。余計に浮き彫りになるではないか。さすがの俺も頬をかくというもの。
だが霧も良い。昔話はここまでだ。戦いに戻るとするぞ。これ以上の会話は慢心のもとになる。俺は絶対にして始まりの王、英雄の中の英雄王、ギルガメッシュ。故に貴様もそう呼ぶがよい。あえて言うなら182センチというやつだ。何？思ったより普通だと？たわけ！俺に肉だるまになれというのか！さらにあえて言うなら68キロ前後であろうよ。言っておくが、贅肉はないぞ。また俺は生まれてこの方太ったことはない。ためになったな、雑種。94、73、93。黄金の王には黄金の肉体が似合うものだ。貴様の目には余る一品だが、キャストオフを望むのであれば霊樹を持ってくるがよい。そうだな、人として答えるのなら、我が都、ウルクだろうよ。わかりきったことを聞くな。欠点がないという弱点に決まっていよう。年の始まりか終わり、どちらでも好きな方を選べ。そうさな。造形が美しいのは当然だ、話にならん。心をくすぐるものは心の折れる音。美しいものが流す、さらに美しい一滴よ。舐めると甘いぞ。その答えは貴様が探すがよい。貴様、さては拉致外のアホか。ゴールド以外に何がある？漫遊だ。どのような時代であれ、都市をそぞろ歩くのはやめられんな。ま、レベル1になるまで眠っていたのだが。一足先に来てみたが、こちらの部屋もみすぼらしいのだな。まこと貴様らしいつつましさよ。だがまあ、今さら不満は漏らすまい。俺もこちら側に来る際、家財の9割を落としてきた身だ。しばしの石品甘んじよう。
よし、あっさり記憶を整理したな。元より月の裏側の住人である俺と契約した貴様は他のマスターどもとは違う。あの一件はもはや夢となったが、貴様が繰り広げた戦いは真実だ。ならばこそここに俺がいる。そのルールは破壊した。目も覚めたゆえ漫遊がてらに足を伸ばした。加えてこちらでの貴様のサーバントも調べてみた。バーサーカーのクラスだったが、そやつは貴様を見失った後あっさり契約を絶っている。貴様は自らの犬に見捨てられたのだ。そこまでは俺も予想していなかった。6回戦で敗退する前にサーバントの欠落で脱落されては俺の面目が立たん。仮にも貴様は俺と契約を交わしたもの、消え去る時は全力で戦い及ばなかった時でなければならん。でどうする？ここに一人手の空いているサーバントがいるわけだが、共に頂点を目指すというのなら我が手を取るがいい。今一度その霊樹を捧げる時だ。そうか、良い誓いだ。それならば俺も剣の打ち甲斐があるというもの。行くぞマスター。目指すはムーンセル中枢四天の座だ。俺がいる限り当たり前の結末など消し飛ばしてくれる。いや、それはない。愚昧極まったかムーンセル。完全なる勝者が消え去るとは筋が通らぬ。貴様がいらぬというのなら、その男、俺がもらい受けよう。ようやくたどり着いたか。一瞬というから使ってみれば、跳躍工法というのも考えものだな。
だが良い。注文通りの光景だ。目を開けよ。いつまで眠っているか。つまらん。あまり驚かぬな貴様。この風景に動転し、勢い足を踏み外し、地上に落下する展開を期待したのだが。ここか？ここはセラフとは別の量子虚構世界、別の天体の量子ネットワークだ。ムーンセルは貴様を容認できない。どうあっても消去するというのでな。こちらからムーンセルに見切りをつけ、消費発展を題目にした知性体のいる星ならばどこでもいいと飛び出したのだ。まあ、ふん、地球とは1500光年ほど離れてしまったが、そのあたりは多めに見よう。この光景に比べればさまつなことだ。いや、その前あたりではないか。空天を見るがいい。馬の頭らしい星雲が見えないか。そう喜ぶな。俺とて照れるではないか。だいたい貴様はあの結末でよかったのか。おとなしく消え去るのが望みだったと。欲などいくらでも晴ればよい。少なくとも俺は気に食わなかった。それにだ、お前には一つ足りぬものがあった。それを教えてやろうと思ってな。わからぬか。新しきを知る喜び、未知に胸をときめかせる本能、己の人生を彩る娯楽、つまり愉悦というやつだ。貴様は悩み事は達者だったが、楽しむことは下手くそだった。まっ全く話にならん。だがこの別天地ならば、嫌が王でも思い知るだろう。人生の喜び、生まれてきた意味というものをな。何しろ俺ですら未知の新大陸だ。心が弾まぬはずがない。どうだ、お前は今人類の最先端にいるのだぞ。それでこそだ。では新たな旅に飛び込むとするか。我らが行くは星の大会。いつか人類が知るであろう楽しみを一足先に味見するぞ、マスター。